綿棒をつけているのは知り合いにバレたくないからだ。私は久喜忍、荒滝派の2番手だ。業務開拓や仲間の関係維持が私の責務だ。それ以外にも奉行所に行って仲間の保釈を求めたり、暇を持て余して本を一読みしたり、資格を取ったりすることもよくある。そういうのも別に悪くないだろ。面倒事があれば私に直接言うといい。解決してやる。やっ、そこ役割、しっかり立ってな。おとなしくしな。こいつらに同情することはない。これは当然の教訓。出発すんぞ、諸君。収集のつかない仕事じゃないといいが。